DN-1 とは、アメリカ海軍発の飛行船である。本船は1915年、コネチカット州のニューヘブンにある、コネチカット航空機会社に発注された。DN-1 は、ドイツの軟式飛行船であるパーゼファル型に、おおよそを基づいて作られた。船体の飛膜は、外側と内側を、ゴムで被覆した2層の布からできていた。船室は、マサチューセッツ州。 ローチェスターにあるジョージ・ローリー社が製造した。これは大きな長方形の箱にアウトリガーをつけ、2機4羽のプロペラをそのアウトリガーに装着したものである。エンジンはマサチューセッツ州ハイドパークにある BF スタートバント社によって2機が製造され、開放式のゴンドラに搭載された。このプロペラは水平または垂直方向に水力を与えるために向きを変えることができた。 アメリカ海軍は水上で DN-1 を運用する予定だったため、ゴンドラーは防水されていた。DN-1 はフロリダ州のペンサコラに開港され、1916年の後半に DN-1 のために建造された軽流ハンガー内で組み立てられた。写真はペンサコラの軽流用ハンガーに接近する DN-1 である。初飛行が予定された日に、 DN-1 はハンガーから引き出されたが浮力を失って沈んだ。DN-1 はハンガーに戻され軽量化された。1917年4月20日に予定された試験が始まっても DN-1 は性能を発揮できなかった。DN-1 は浮力が欠けており、かろうじて時速時速 56km の速度要求を満たした。また、 トランスミッションのベアリングが加熱で溶けた。それは飛行船が再飛行する前の4月27日だった。2日後、水面を横切って飛行船を牽引しようとしていた。一段が DN-1 を損傷させた。その後、DN-1 は廃棄された。後に、本船の設計を指して海軍は永久と故障したが、この名は、 DN-1 の短い障害を通じて使われることはなかった。同系感は存在しない。ありがとうございます。